おはようございます。えー、影やんチャンネルです。今日もよろしくお願いします。ということで、えー、サンド FM ですね。やっていきたいと思います。えー、っとですね、僕は足つぼとね、ボディケアのこうお店をこうさせていただいているんですけども、それでですね、こうまあ、個人というかねこう、個人店舗になるんですけども、そこでこう支払いでね、PayPay があると思うんですけど、ペイペイの支払いがまあ,あのできるんです。ペイペイとか l ラインペイとかね、ええユーペイとかいろいろできるんですけども、ええー、ペイペイがですね、えー、今個人店舗をこう応援するというえー、キャンペーンでですね、ええー、と二十バックですねのこうサー,サービスというかそういうのをこうキャンペーンでやっているということにこうなります。で上限が1000円ですね。 だから5000円以上、えーまあ、あの利用されたら、ですね、えー、そこでもう5000円以上でもう5000円になったら、えー、20%が1000円なんでそれ以上にこう付与されることはないんですけども、えーまあ、5000円まではずーっとこう20%がこうつくという形にこうなっていきます。うんで えー、それでいつ普段ね0.5%とか1%とか人によってちょっと違うと思うんですけども、えー、そのポイントがつくと思うんですけどもだからそれもプラスされるとだから0.5%、えー、いつもついてる人やと20.5%のこう、えー、還元があるということにこうなるということですでこれはね、えー、1店舗つき1000円ではなくて この個人店舗でやってる今、キャンペーンのいろんなこう店がいろいろあると思うんですけども、そのどの店も全部こう足していってのこう5000円以上になるんで、例えばうちの店でこう何千円か使って、違う店でも5000円っていうことはなくてですね、うちの店で3000円、違う店で2000円って使うと、そこでも5000円の上限になって、1000円、不要は終わってしまうという形になります。これが11月にね、何日までやったかな。あのー 期限ちょっと今パッとこうちょっと資料がないんですけどもえ11月の途中までの期間のこうキャンペーンということでえーまあ PayPay で支払われる方はねぜひねあの PayPay で支払ってきていただきたいなというふうにはこう思っているというところではありますではあるんですけどもですねえまあうちのこう足つぼとかボディケアのこういう店なんでですねえー PayPay ペイペイが20%オフやからそこを えー、うちの店を利用しようということではなくてまあまあ体が疲れたりとかねこう癒されたりとかそういうことがあった時にこう使うという形なんで、えー、その PayPay が20%やから言ってそれが反則になるかなっていうとちょっとこう、えー、微妙やなと思ってます。 1> でえー、月1回いつもこうペイペイで支払ってくれてこる若い子とかにでもね、若い子を言ったら失礼です。30代の子人とかでね、こう教えたいんですけども、えー、まあまあ、あのー、自分のタイムで来られてまあペイペイがそういう状態になっていることをお伝えできればいいかなというところで、えー、今はまあご来店を待っているという形ですね。 でえー、僕が行ってる、えー、行きつけのですねこう、散髪屋さんですね、散髪屋さんもそれをされていて導入されてるんでですね、えー、もちろん PayPay ペイペイでこう支払いました。だから結構ね、あのーまあ、お得というかね、うん、だいぶこう戻ってきてるんでね、えー、そのお店で僕は3,500円使ったんでですね、 3,500円,、ね、円使ったんであと1,500円使うともう、えー、その1,000円の付与は終わっちゃうということで今のところねその PayPay で支払う支払ってそのキャンペーン対象になってるお店っていうのがね、えー、僕の使うところではこうなかなかこうないんでですねもう一回その、えー、散髪屋さんで使うことになるかなと思って。 でそうですねあのー、だから次もまた3,500円支払うことになるんですけども、えー、1,500円分の20%の還元ということになる。 いうことですねだから300円かな。300円がまたつくということ。前回が700円ついたのかな。700円ついて300円つくということで。これはもうお得なんでね、えー。当然それを使うという形ですね。で、その散髪屋さんはだから、えー、10月9月いっぱいまでは、PayPay、えー、ペイペイのその、えー、こちら側のこう負担というかね、利用料の負担がですね、 あのゼロやったんですけどもそこから1.99%になるだから2%ぐらいのね、えー、支払いを PayPay にする必要が出てくるんでこう導入をやめる方もおられるんですけどもでその散髪屋さんもですね、あのー、結局。 ポイントがついてたんですけども、PayPay、えー、支払いになると、えー、ポイントがこうつかなくなってですね、で、PayPay、えー、現金で支払うと、そのポイントがつくっていうことで、で、ポイントの満タンがですね、僕、もうちょっとしたパ満タン、あと2回分で満タンになるんでですね、えー、現金支払いを2回して、えー、それで、えー、満タンにして、1000円分かな。 え使えるんでですねそれをこう使う形にこうするというとこですねただ先にそのペイペイのその1000円付与まではえその散髪屋さんでペイペイで支払ってですねでポイントがもうちょっとあと2回でっていうことなんでえ11月12月でこういっぱいにしてほんでえその散髪屋さんのですねあのー ドライジャヘッドスパーですかね、のサービスをその、えー、プラス1500円でできる、だから5000円でできるんでですね、そこで1000円の,、えー、そのポイントでのあれで1000円マイナスのやつを使って、4000円でそのサービスを受けるっていう形をこうしようかなというふうにこう考えているというところですね。うん、どの店もいろいろ考えておられてこう、いろいろやっておられるなと思ってるんですが。 僕自身はですね、え、PayPay にその手数料ですね、手数料というかそういう利用料で、こう、まあ、2%近く支払うことになるんですけども、これ自体をこう、PayPay の導入をやめるっていうことは、こうしないでおこうと。というのは、PayPay で支払ってくれるお客さんも何人かおられるんでですね、それなりにこう、PayPay 支払う方おられるんで、え、PayPay 導入、支払い導 のあれをやめるとちょっとこうえ何かこうマイナスになることが結構あるかなというふうにこう思ってるんで PayPay はまあそのままこう使えるように PayPay っていうか他の あれ、支払いもですねえー。使えるようにするという形を取っていこうというふうにこう思っています。で、やっぱり20%オフね。自分で使ってみてね。その散髪屋さんで使ってみて20、20%戻ってくるっていうのは結構でかいですね。やっぱりね。あのー、あかなりこう得,得な感じがこうしましたんで。 うん、で、PayPay ペイペイ自体がまたこう来年だって PayPay ペイペイジャンボ、ジャンボ、今年はなかったんですけどねこう、個人店、ね、にはなかったんですけども、またいろんなこう企画をこうやってくるだろうということが分か,分かりますよね、なんとなくね。だからその、PayPay、まあ、ペイペイ導入はそのまま続けるという形をこう取っていこうというふうにこう考えていると。 いうところですね。ええー、ということで、あそういえばペイペイ僕、導入した時にね、なんか、1万円、こう、えー、いただけるという、えー、ことを言っていただいて、それで、こう、しあのー、こう、振り込まれるのもってるんですけども、全然一向にね、えー、振り込まれずにですね、それで、プラス、その、こう、営業に来た人の、 電話に電話したらですねもうつ,がつながらなくなったということがあってですねでどうしようかなと思ってほんでえー何か PayPay とかのこう会社 そその下請けといいういうううか会社たたくさんあるみででですねでかかってきた時にそれが支払われてないんですけどって言ったらその会社に連絡取ってくださいということで,で会社が連絡取れない状態でですね、えー、その最初に導入した時のその1万円がもらえてないということにこうなっているとままあまあこんなところで言ってもしょうがないんですけどもたい、まあ、その損してるわけじゃないんでもうこれはしょうがないなとこう。 まあペイペイ導入したことによってまあまあメリットもあったんでまあしゃあないなとは思ってますけどもえもらえるものはねもらいたいなというふうには思うんですけどもまあ仕方ないかなというふうにこう思っているというところですね。ということでまあまああのペイペイが11月途中までですねー20%こう還元されるっていうことです。 ということをこうちょっとねお伝えしたかったということです。ということで今日は PP で20%バックということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。